令和2年8月11日、阿蘇市一宮町から黒川に移転した新しい阿蘇警察署で開庁式が行われました。式では、まず熊本県警察本部警務部長の上田雄佐警視正が、新たな阿蘇警察署を最大限に活用し、力強い警察活動を推進してほしいと訓示しました。続いてパトカーなどの車両が管内のパトロールに向かいました。安心してですね、相談事ですとかいろんな悩み事のご相談にも乗ることができますので、遠慮なく阿蘇警察署にですね、足を運んでいただければと考えております。国道212号沿いに新しく建てられた阿蘇警察署は、8月10日の午後1時から業務を始めていて、電話番号がこれまでと変わり0967-35-5110となっています。